1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ひろゆきの真似でした。これ、配信できてんの？携帯から見まーす。画面濃くない？あ、でも閲覧増えてます。ありがとうございます。これ、シェアするのどうしたらいいんだろう。私、ちょっと配信とか慣れてないものでして。これだね。YouTube でこれを共有すればいいんでしょ。ありがとうございます。まねこんまねさん、こんばんはです。こんばんはです。リアチャンネルです。こんばんは。今日、たまたま、あれです。なんか、画面作ってたから、配信しろ、みたいな感じになっただけなんですけどね。ほんとそれだけなんですけどね。これを共有。元に戻す。これを共有。OK。もう一個、しなきゃいけないんだけど、YouTube じゃねえ、Twitter が動かねえ。こんばんは、ありがとうございます。皆チャンネルです。主人格の人です。今の主人格の人なんですけど、てか、化粧濃いから化粧落としていいかな。なんか、Twitter の、ヘッダーの画像を撮ります企画をやってたんで、画面が、ちゃんとしないとダメなんで、化粧しちゃっただけなんで、ちょっとなんか、違和感しかないんで、ちょっと、青だけさすがにちょっと脅さして、マジで。青だけは、なんか人間の顔になればいいんで、青だけ脅したいです。落ちてね。え？アンドハに使わないとダメですか？これ。あ、でもこれカラコンだけくらいになったかな。大丈夫ですか？人ですか？はぁ、どうしました？ウケんだけど。なんか、去年の7月にはなかった。理由は、私は知らない。マジで知らない。本当に知らない。なんか、一本は、治療して、13万の前歯と呼ばれるうちの保険外で作ったやつが入ってたんだけど、なんか、それは、大事に取っといてあるんだけど、それが折れたのは、なんか、飲みに行って友達と一緒に、なんかビール飲んで、はっはっはとか言って、ジョッキをガーッとぶつけて、かけたところを直したんだけど、あとのところはなんで歯がないのかは知らない。マジ知らない。そっか、実際見ると面白くない？なんか。今、私、自分の、顔を画面で見ながら喋ってるけど、めっちゃウケる。ウケる。ハートをしましたとか言って、超ウケる。ありがとうございます。ツッコミありがとうございます。しぼしぼ、またと見てるよ。イエーイ、リアチャンネルでーす。
今日のネギは、ネギはいいね。抹消した。あいつ抹消した。射殺。ダメだ。こんなこと言ったらバンされる。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 なんか、最近なんだけど、YouTube と、あ、ちょっと待って。今、10名様、ありがとうございます。あ、リナさん聞いた、こんばんは、こんばんは。今日はリナチャンネルです。リナチャンネルでお送りします。というか、私の服というか、私の寝巻きなので、ネギシは出られません。残念でした。お疲れ様でした。さよなら。って感じ。ネイルかわいい。これね、あれ、サンリオのやつ、なんだっけ。ダイソーでサンリオの、マニキュア出た時に、買った、サファイアブルーです、これ。これサファイアブルーなんです。ちなみに今日のカラコンも青です、青コンです。目ん玉落ちそうです。でも一応主人格とか書いてるけど、ほとんど出てるのネギオだからね。なんか、私が弱すぎて、もともと私が表の人だったんだけど、私があまりに、こう、変な実験、事故を引き寄せ、すごいするので、上層の人の判断で、ネギっていう、なんかクソほどアスペの、なんか、人と二本柱の主人格になって、ます、ます。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。りなちゃんかな、お久しぶり。あ、マジ来てくれてるし、ありがとう。おつおつ、私ですよ。りなちゃんでも誰でも話せる大丈夫です。いやね、なんか、なんだ知識とか、相談とか、そういうのは確実にネギオの方が強いんですけど、別に、私が喋したところでそういうこと求められないと思うんで、別に。いいっす。いいっす。いいっす。こっち来て聞きやったら、マメロデコデコネイルして、中国のやつやめてね。中国、メイドインジャパンのやつにしてね。てか、マジで歯ないの。これさ、配信だから、マスク、なしじゃん。だから、普段はマスクしてるから、こう、隠れるの。隠れるからいいんだけど、配信ってなると、やばいね。しかもさ、イレブンさんって、こんばんはの二言でハードしましただもんね。そこで気づくっていうね。こっちが剣士で、ここがなんか剣士じゃないやつなんですけど。なんでだか。で、今年の抱負、あれだ。年越し配信してから初めてだから、明けましておめでとうはもう言ったから何でもなかった。もう何でもなかったです。まで何でもなかったです。ほんとすいません。あと、マイメロの顔はし、名前を読み上げようと、名前を読み上げて、普通、他の配信の人ってどうしてんだろうね。普通に名前読み上げないもんな。今日はお腹ダイエットのエクササイズを多少した偉いっていうか、なんかそういう目標を持ってなんかするっていうのがめちゃめちゃ、なんか、羨ましいっていうか、私、うつ症状が結構厳しくって、なんか、見えないよ。マジ見えないよ。全然見えないんですけど。なんか、気力がないっていうのはめっちゃあって。んで、
ほんと何もできないね。マジで何もできないね。なんか、石も好きだし、なんか、ネギオが、ほら、年越しでなんかやったりとか、もうしたけど、ほんとに気力なくって、なんもできない。カニカマ食うしかできない。お茶ねんねんさん、お茶ねんねんさん。こんばんは。いつもありがとうございます。お世話になっております。なチャンネルです。あちゃんです。ありがとうございます。名前を読み上げてる人とか人それぞれです。最近障害者アート協会、障害者アート協会ってあれか。なんだ、その、なんだ、障害持ちの人が、あれだよね。つか、そのままじゃねえか。アートを。障害持ちの人がアートを、障害持ちの人のアートを集めるで展示するやつだよね。なんか、水戸とかで、なんか、この辺だと、水戸とかで聞いたことある。っていうか、私も普通にタバコ吸うからね。言っとくけど。言っとくけどって、わかると思うけど。北見の裏は、タバコは吸うんで。あと、でもなんかね、動画配信が、待って。深夜テンションでチャンネル名変えたらしばらく変えられなくなってへこんだみんなさ。あるある、そうそうそうなの。ほら、なんか、何ヶ月とか、わかんないけど。こんばんは、いつもあり、あ、いつもあり、いつもじゃ、わかんないけど、わかんないけど、私、リナチャンネルなので、わかんないですけど、ありがとうございます。なんか、たまに、前配信してたんだけど、それが、ネギによって消されたか？あと、その、前のチャンネルのカバンのやつかなんかで消されたか、どっちかで、なんか残ってないんだけど、じゃあ、ツイッター通知できた。うふふ。オタク、オタクじゃん。オタクじゃん。さすが。ちょっと、ってか、マジ腰痛い、腰痛い。腰痛いからさ、あれ、ロキソニンテープ貼りたいんですけど、いいですかね。待って、一旦、この生活感めちゃめちゃ出てるの、マジで。ほんと申し訳ねえ。っていうかさ、この、私が、指さしてるこの辺とか、めちゃめちゃ生活感出てますね。この辺とかね。なんか、あんまり下手なもん、映ってない。パンツとか映ってないけど別に、どうでもいいんですけど、マジで生活感出てて申し訳ないです。てか、さっきさ、化粧したまんま、携帯、ロック解除しようとしたら反応しねえの。クソ、クソがとか思って。ちょっと、連絡を、しなきゃいけない。ちょっと待ってね。よし。天然石ブレスもあった。確かに。私最近自分用の作ったけど、っていうか、最近ハマってんのが、なんだっけ、丸玉ばっかりじゃなくって、なんかボタンカットとか入れるやつにめっちゃハマってて、で、今日も買ったね。今日も資材買ったね。まあまあ、ありがとうございます。展示とか企業さんが気に入ったりしたら、アート協会さんが契約対象。ああ、そうなんだ。ちなみに通知できました。ありがとうございます。ロキソ貼っていいよとか言って受ける。どこに、あ、つうか、その前にトワラセットのも。いや、知ってる人は、知ってるっていうか、YouTube では、
もしかしたら言ってない可能性があるんですけど、去年、一昨年に、うち、2階から、落ちまして、第一腰椎破裂骨折っていうのをやりまして、で、私、だったんだけど、私の意識ではない。あれはゆかりちゃんって分かってるんだけど、まあ、落ちまして、で、1ヶ月ぐらい入院しましたね。手術しましたね。大変でしたね。もう二度と落ちまいと思いましたね。本当に。危機管理。今年は自衛。自衛の年にします。あった。めっちゃ普通にあったロキテープ。ありましょう。せーの。銀色のやつ。そう、そっからちょっと、その手術の関係、というか手術ってボルトを入れたり、鉄の板みたいな、よくわかんないんだけど、入れたりとかして、で、その周りの筋肉が動かないから、それで、めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。よいしょ。もしかして、モンスターのピンクの写真投稿したとき、モンスターのピンク、しょっちゅう飲んでたからなぁ。わからん。時は貼ってね、貼ります。ロキソテープ。あと、トワラセットを飲みます。なんか、入院した時に、そのトワラセットって、トラムセットっていう痛み止めの、後発なんだけど、トワラセットとロキソが、最強だっていうのを聞いて、なんか聞き方が違うらしくて。で、それを私は今のところ使っています。なんで腰して、なんか広場的なところで飲んでた、広場的なところで座って飲んでたとかやりそう。みのらマジでやりそう、なんかそういうの。なんか、野原みたいなところとか。なんだ、マジで何もない自然のところとかでなんか、誰も来ないようなところで一人で飲んだりとかね。アセットを飲みまーす。ちょっと腰痛いから。うちの親族も飛んで、腰とか足とかやらかしてすっごいことになってたらしいけど、リハビリとかすっごい大変だし、自分の意思がないとなかなか治らない。そう。リハビリ。大変だった。マジで大変だった。なんかね、私と、あと、そのネギさんと、あとトラっていうやつ。トラは前からちょこちょこ名前は出てるんだけど、まあ大体その3人だったんだけど、理学療法理学、ん?なんか、リハビリテーション、うん、その理学療法士っていう人のところに行って、それで今日はこれやってみましょうとか、なんかこの動きしてみましょうとか。ね、私の場合は、なんかその、腰の、その、ボルトの位置とかを安定させないといけなかったから、なんか、肩と腰との2点の4点をなんか変な動きしちゃいけませんよみたいな感じで、それでなんかそのリハビリ室になんかもう日常のやつがこう揃ってるっていうか、お風呂場のロケーションがあったりだなんだで、やってみてとか、
ねえ、今じゃ考えらんないっていうか、今もうピンピンですけどね。全然。もう後遺症とかもなくて。飲み物もらいます。いちごラテ。もらいます。何を目的とした配信というのはないです。普通に雑談って書いてます。てか、ちょっと暴走はしてくんね。てか、タバコ吸わしてくんね。わ かりました、わかりました。はい。今ネギさんに顔じゃねえ、口取られました。つか、マジで腰痛え。すっげえ痛え。なんか、なんでだろう。なんかしたっけ、今日。なんかしたっけ。寝てた。まあいいよ。さあ、疲れましたね。皆さんお疲れ様です。ネギです。なんかね、すげえ嫌なことめっちゃいっぱいあったから、なんかもうさっきだってる。ちょっとリナチャンネルから今変わってるんですけど、明けましておめでとうじゃないよ。私もトラセット飲んでます。私、腺筋痛症に、マジで？マジで？コロナ要因になるの？そういう弾みになることあんの？マジで？私は遊具から飛び降りてぎっくり腰。そこはね、いやもうね、なんかね、その2階から飛ばれて思ったけど、なんだかんだ、メンヘラ多分長生き、メンヘラっつうか多分うち長生きしちゃうと思うのよ。だから、ちょっとね、考えないとダメだわ、マジで。もう一昨年飛び降りとかしたけど、マジで次はね、本当にね、GA ゴリゴリする。なんか人災多いから、うちの周りっつうか。今のタバコの銘柄教えて。オーケー。ででん。これです。なんか、この画面で見ると、うちの画面見ると反転してんだけど、多分反転してないと思うんだけど、メビウスの E シリーズってやつのオプションパープル1ミリです。で、この E シリーズってやつ500円なんで、これにしてます。なんか、その前は普通のオプション吸ってたんだけど、それから、普通のオプション多分今、560円とか、そのもんじゃない？多分。んで、節約するっていうのに、なんかいいのない？って友達に聞いてて、リナチャンネルが。聞いてて、よいしょ。で、買いました。わかる人にわかると思うけど、こうしました。マジ腰痛い。顔半分しか見えねえ。銀色のやつ。あれ、銀色でもなんでもね、白だしね。ロキソテープね。毎日お世話になってます。なるよね。いや、なんかもう、手術の後のもあるけど、なんか、年齢もあるのかなーって。前、
だって YouTube 始めたっていうか、GID が分かったのは多分、いつ？こっち来てから。でもこっち来て、こっちっつうか、その千葉県来て、8年ぐらい経つらしくって、で、その間に、分かってるんだけどって何を落としたか忘れた。なんで何を落としたか忘れるんだろう。あ、そう。投資の話よ。そう。その時はマジでなんともなかったけど、もう、事故を重ねて、で、一昨年のが一番でかくて、まあ、それも人災っちゃ人災なんだけどね。まあ、それがあって。まあ、でも、年齢的な部分もあるでしょう。4つぐらい、なんかもう、今年これで、今年、今35です。イエーよいしょ。なんでこんな腰。ネギさん。てか、待って、イヤホンしないとうちちょっとダメだわ。やっぱ。ちょっと待って。なんか、昔の動画もそうだけど、ずっとヘッドホンしてるじゃん。あれが、やっぱり、ちょっと未だに続いてて、イヤホン、してないと、ダメ、ね。未だに。なんか、理由はよくわからん。未だに。発達の問題かなーって、ちょっとは思ってはいるんだけど、わからず。で、音楽とか流しないとダメなの。携帯。今熱いのは戦慄からのとレペゼン地球です。10時4分です。はいはい。作戦しよう。オッケー。ね、お支度できました。これ、スケールなんとかなんねえのかな、なんか正解を。でも、トワラセットのんだからまだマシになるはず。だから、腰って言ってる配信、マジなんなの、これ。ねえ、マジつまんねえ。よいしょ。アホのミノラさんは元気ですか？あと知らない子だ。白猫ちゃんは、この前出てた。実生活というか、私生活で出てて。んで、未だに、その、表と、その、なんていうの？こう、出ない人、普段出ない人の、この、仲裁みたいなのを、白猫ちゃんはやってくれてますね。たまに出るし、今動画、編集っていうのができないから、やろうと、頑張ればできるかもわかんないんだけど、そう、今んとこできないから、撮ったりとかはできないけど、しのこたんは元気です。アホはね、アホは、吸収されてるかな？リーナチャンネルが、どっかに吸収されてまーすかね。ただ、ネギさん、私じゃねえや。一旦、退職、マジで。マジか。その話ちょっと後で。後でっつうか。個人的にしましょう。
長生きしたいメンヘラ通りまーす。じゃあ、死ぬ死ぬ言うんじゃねえぞ。言ったら射殺、ダメ。そういうこと、そういうこと言っちゃダメ。そういうこと言っちゃダメ。普通のオブパは最初、だけど E シリーズは、あ、オプションパープルか。オプションパープルのことか。E シリーズ、いや、なんか知らなくって、で、ほんとたまたま聞いて、全然吸える。全然吸える。んで500円だし。やっぱありやすいっしょ、今の、このご時世500円タバコは。あ、尻尾がエコーとか言ってるけど、エコーが、エコーも、だってもう400いくらとかすんじゃないの？貧血喫煙者には嬉しみ。それね。ほんとそれね。同い年です。年女役だし、マジで？あれ？俺知ってるかも。あの、ツイッターにいる人じゃね？あ、違うかな？生活家さんと、あ、でも、ツイッターと、あれ、なんか、その、何？見てる人の、あれが違うから、別口、別の人かもしんない。ね。なんか、昭和62年、ね。そうなんだよね。年女役だしね。役年っつってさ、なんか、一昨年あんな、飛び降りだの。逮捕もあったんだけどさ。なんか、もう、いいんだけどさ。なんか、そんなのあってさ、今年役年とか言われたところで、え、じゃあついに死ぬみたいな。で死ぬのが役なのかもすらわからんみたいな。なんか歯はもう一本なけないかもしんねえな。みたいな。もうそれぐらいのノリだよ。メンヘラになんか役年とか、いう概念を押し付けても、何のあれもないと思う。なんで今日配信をリナチャンネルにしろって言ったかっていうと、あの、水玉の YouTube が全然動いてないからです。単純にそれだけです。本当にそれだけです。そう、だから時たまやんなきゃなーっていう感じで、いいはするのよ。というか、あの、あれ、今まだ準備中なんですけど、あの、水玉曲が、この違う人なんだけど、水玉曲をちょっと、今、曲案を練ってるところだったりとかして、で、まあ、いろいろ、やんなきゃいけないこととかもあって、ちょっとパソコン開けないといけなくねってちょっとなってるところですね。ちょっとチャンネル自体もちょっとね、いろいろやんないとね、そろそろというか、別になんか前みたいな、なんかその DID だって DID の配信って、配信じゃねえ。その動画やってる人って増えたし、なんか別に、もう、その DID とは、みたいなもん、というよりも、おのおの病態違うから、だからそういうのの、違いとか見れていいんじゃないかな、っては思ってて、っていうところではあるけど、そんなに深く考えてないんだけど、でもまあ、昔の人の産物、昔の人ってうちの昔の人の産物ではあるから、まあ生かしとかなきゃなーっていうのがあって、
この前生活家さんと夢野さん見て癒されてました。生活家はね、ほんとね、育ちいいのか悪いのかもうね、お嬢様よ、もうあれは。もう何でもかんでも、なんか、めちゃめちゃ買ってる、いろいろ。生活家が、その、原因っていう一点には絞れないけど、やっぱ女子っぽいものをいろいろ買われますね。買われるって俺が言うのもおかしいかもしれないけど、なんか服とかは、もうほぼほぼメンズ服だし、なんか、男の服、女物と、比率、なんかユニセックスなのもあるんだけど、まあ、男物6割、女物4割、みたいな。ぐらいな感じなんだけど、生活家のは、ほぼほぼ着ないやつばっかりなんだけど、たまに、やっぱね、買われるっていうよりかは、まあ、これぐらいなら着ようかな、みたいな感じで、生かしてます。じゃないと、平等じゃないと暴動起こるから、絶対。エコ500円いってる？だったらもう普通に、普通のタバコと一緒じゃねえか。もう。タバコ自体がもう、何？ちゃんと、お金のある人のものになってますね。エコ500円の時代が来るのはやばい。別の中でもこっちでもフォローしてた気がするような。なんかね、うさぎ年っていうか、厄年、年女みたいな、書いてるの見たことある気がして。こんばんは。あ、しゅんさん、あれ。年越し配信のやつ届いたんすかね？多分というか、いつ送った？あんま覚えてないけど、1週間前ぐらいには多分送ってるはず。ね、毎日が役だろ。いや、ほんとそれ。マジそれ。なんか、役年って何？みたいな。なんか、毎年これで、ここに加算される役って何ですか？みたいな。いや、ほんとに歯が抜けるレベルのことぐらいしか思いつかんわ。マジで。本当はトビアカも YouTube 作りたいんですけど、やる気が起きず。あ、見てるよ。あー、そこまでちゃんと見てないかもしんない。あと、自分のアカウントがネギ屋敷っていうアカウントで、Twitter が。で、リンナの方がリンナチャンネルのがあって、リンナの鍵アカの青色があって、とかだから、どこで見たかもわからん。なんか最近 YouTube じゃない、Twitter とかあんまり見てなくて、なんかよくわかんないけど忙しい。さつま揚げさんって名前なんなのそれ。数年ぶりに拝見しに来ました。ありがとうございます。こんな感じです。あんま変わってないです。あんま変わってない。けど、どうだろう。変わってないね。あんまり。量化はしてるよ。もちろん、そりゃ。なんか、
病院が、いいところというか、巡り合わせがあったんで、だいぶ、了解はしてますね。んでも、なんか問題が、一個問題解決されると、また問題が出てきたりとか、っていうのの繰り返しの、まあ、毎日というか、ですかね。あの、映像記憶であるんだけど、この配信のね、冒頭にね、リナチャンネルがね、あの、ひろゆきの真似してたんだよね。なんか、あの、なんだっけ。広告の秒数カウントするやつ。マジで意味わかんない、あれ。欲しいって、ちょっとマジで、どつぼにお世話になる。いつも楽しみに見させてもらってます。すごい勉強になってます。ありがとうございます。でもね、なんか、前の動画もあるやつ、もうちょっと見てあげないとなぁとは思ってて。あ、待って、ちょっとグッドボタンを押してる人少ないから、ちょっとグッドボタン押しといて。ちょっとモチベーション、うちのモチベーションを上げてください。よろしくお願いします。生活家さん元気なんだ。そうそう。生活家さん人気ブームすごい時ありましたよね。もう、あの、ブームすごい時っつうか。あの、やっぱね、生活家は人気よね。だって、なんか前の、その、番になった時というか、前の、その、チャンネルの時で、ちゃんと視聴者さん向きっていう動画作ってるの多分生活家だけって言っていいと思う、多分。あれは、なんか、美容系の YouTuber に触発されて自分もやりたいみたいな感じで。今思えば、よう美容系なんかやろうと思ったなーって思うけどね。こんばんは、ツイッターから来ました。ありがとうございます。実はというか、こんな感じで、あの、たまにやってます。ということは、ロリ服剣ということですか？ロリ服は、あのね、ほら、うち、タバコすごいじゃん。で、ヤニ汚れで、一回破棄しちゃったのよ。したら、もう、超キレられて。もう、相当キレられて。で、あの、アクシーズファームの、あの、それっぽいのを、後から買いました。あれは、あれだ、その、あれ、水玉局の、あの、愉快犯で着てるやつですね。あの、ワンピース。あの、ゴシックっぽいやつ。あれは、あの、一応生活かな、の服っすね。ロリ服ってね、生活かのロリ服って、あれなんだよ。ベイビーザースターズシャインブライトって、あの、下妻物語のところのやつでね、そんなすぐ買えないやつなんだったんすよ。あのピンクのさ、あの何ジャンスカみたいなやつ。ああいうのはちょっとね、なかなかパッと買えるもんじゃないからね。しかもこの生活になっちゃうとね。久しぶりに発見しました。ありがとうございます。昔 YouTube に上げていた部屋の片付け方の動画また再アップしました。あれあるぞ。あるよ。再アップしてある。しかも、それを見て、うちめちゃめちゃ物増えすぎてなって聞いて、最近、それに触発されて片付けしてるレベル。いやー、あの時、あれ撮った時ほんと片付いてるっていうか、綺麗だし、
なんか、出る人の生活動線考えてとか、頭使ってんなーって思って。まあ、今って出る人限られてるし、まあ、前と病態変わってるから、まず、使える部分、使えない部分はあるにしても、今、家物多すぎて、今やろうとしたら、やろうとしたらとかできない。今はさすがにできない。なんか、これは誰の持ち物ですみたいなのとかぐらいはできるかもしんないけど、あんなね、DIE の片付けなんかで、ね、できるわけねえよ。だって、その人その人で、中の人で持ってるもの違うわけだから、趣味思考も違うし。で、うちの趣味だと石取ったとしても、誰はこれが好き、誰はこれが好きとかあるわけだから、できない、できない。DID が片付けようなんて、できない、できない。いや、あの動画、ね、その見たんだよ。ほんと最近、そう、自分が、その、残ってるやつは再アップロードしたんだけど、まあ、見てて、自分がやってたわけじゃないから、まあ、見てて、ようやってたわなーって思うし、感心したし、あの片付け動画、よすげえなーっていうか、物少ねえなーみたいな。今はもう物多分2倍ぐらいには増えてるね。なんかね、このネギさんっていう人ね、ネギさんの趣味が、服か石か、みたいな感じだから、服が多すぎて、もう捨てらんないし、物多くてやばいね。あの部屋見て、よくあれで収まってたなって思うもん。よいしょ。ちょっと、腰痛いんであれ。届きました。ありがとうございます。オッケー、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 オッケー。今年のと言わず、末長く、お守りにしてください。せっかく、ね、新年の、年越し配信、今年っていうか、まあ、周知しなかったっていうのもあるけど、あれだね、なんか、見に来てる人そんなにいなかったし、全員当たるっていうね、ミラクル起こったからね。で、俺が入れ忘れてさ、人いたの覚えてると思うんだけど、その人にもちゃんと送りました。おとといぐらいか。確か。ちょっと腰痛いんで、動きながら、喋ってます、今。セナさん、あー、こんばんは。はい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 。お年玉ありがとうございました。ルヌですけど、よかったよかったっす。いや、マジでよかった。マジでよかった。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。福袋大変だったね。マジで大変だった。なんか、去年までは、ちょっと手伝いを、読んでたんだけど、今年は、絶対一人でやってやるって意気込んで、もう9月からもう馬力出してやってたね。でもすーげー頑張った。あっちこっち行ったし。頑張りましたよ。数年ぶりに来たら私の記憶より歯がなくなっています。先に受ける。あ、でも、なんかね、前の動画見てて、歯が一本なくなったからゾンビメイクするとかいう動画あって。で、それで、こいつらバカだなと思って。こいつらっていうか、もうね、自分含めだと思うんだけどね。もうバカの集まりだな、みたいな。思って。これ、歯今、なんかね、1、かか、あっか、あやから、うへ、息、ん
1、2、3、4、5本ないよ。やばくない？5本ないはやばいっしょ。なんか、歯がなくなったからゾンビメイクし、するとかいう動画見つけてさ。歯なくなったとか言って、歯一本しかなくなってねえじゃねえかとか、ちょっと、なんか意味わかんないマウント取りそうになったよね。こんばんは、3年前ぐらいから拝見しているファンです。ありがとうございます。むしろ、アカウントバンドがあったのに、ちょっとついてきてくれてというか、拾ってくれてありがとうございます。マジ、ありがとうございます。グッドボタン押した、サンキュー。おい、13に増えてる。ストーカーだから一番に押したもん。はい、わかりました。ありがとうございます。お世話になってます。ありがとうございます。雑に流す。ベイビーは高いよね。そう、マンスル、マンスル。そうなんか、メルカリとかも一応見てるんだけど。いやー、買えないね。昔、あれはね、生活家が来てたやつは、おそらくだけど、高校の時に買ってんだよね。だから、高校の時ってバイト代全部お小遣いじゃん。しかも、なんか、何、学生のくせに十何万一丁前に稼ぎやがって。んで、コートだのなんだの買ってた時期だったから。今、無理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 。全然無理。なんか今ヨガのポーズみたいなのしながら喋ってます。大変でしたね。ベイビーさん高いから。そうそう。だからね。でもね、アクシーズも、なんか、アクシーズってああいう系で、なんだろう。その手頃な価格帯の先駆けみたいな感じ。だから、あれも、まあ、気に入ってはくれてるっぽいから、いいかな。って感じなのと、メルカリ様様だね。いい時代だよね、本当に。本当に、助かってますよ。このアイコンでフォローします。ああ、はい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 。ありがとうございます。やったコメントできた。ああ、はい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 。オッケーオッケー、わかんない。ハグハグハグ。ありがとうございます。ハグ。完全にハグしました。大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、お邪魔します。こんばんは。ありがとうございます。出会いでいいのかな ?5 本ないのはごめん。なんかね、自分でも思うわ。なんで、なんかよく飯食えてんなとか、思う。去年の7月には、なかったんだけど、そこから、ちょっと、なんか、うちは、というか、お家騒動があって、で、そこから、あと、保護猫の話があって、で、うちに猫いたりとか、今は、その、今のパート、ディナーの主人格の、旦那さんのとこにいるんだけど、まあ、そういうのとかもあって、もう、ハードコロじゃなかった。全然ハードコロじゃなかった。コロナだからマスクだからどうでもいいし、むしろ余計にどうでもよかったし、本当にハードコロじゃなかったよ。俺ら2本抜かれた。自分で抜かれたってなるとマジで怖いんだけど、うち、ファミチキかなんかで折れてるからさ。多分治療したところが虫歯とか多分そういうのだと思う。バンチャンス、あ、シェンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あざす、2期の方です。2期の方です、今。リナチャンネル最初出てたんだけど、なんか途中で変わっちゃった。ハロウィンメイクすごい友達が気に入って見てる。ありがとうございます。ハロウィンメイクって、なんか、あれ動画見たけど、見たけどというか、クソほどくだらないよね。今見て。
やもう何でもね、あのネタ化するのうちの癖だよなっていうのがすごいね、なんかわかるよね。うん、もうその前歯抜けたらなんだ、ハロウィンメイクだの、なんか喧嘩してきた時のためのなんか DID のためのメイク動画みたいな、需要ねえよ。隙間産業すぎるわ。こんばんは。まやかばやされるより前からずっと見てました。ありがとうございます。マジありがとうございます。あれはかなり不慮の事故でした。あれは、完全に事故でした。やられました。そう、あの、軽いサイバー攻撃ですね。まあでも、うん、うつやってから、全然動かずなかったし、まあ、その、なんだろう、追ってくれてる人は追ってくれてるっていうのが、まあ再確認できるんでいいんじゃないかなって、勝手に思ってます。プラスにしか考えないんで、この人は。アクシーズファームはロリから行ける人いるよね。そう、そう。で、特に、このもう、いや、リアルに考えてる、わけじゃないけど、今年35つってんじゃん。ってなるとね、もうね、やっぱロリ服とかよりね、アクシーズとかの方が楽よね。普通に楽。こんばんは。初めてチャットに遭遇できたです。ありがとうございます。うん、突然の配信というか、特に予定してなかった配信なんだけど、なんかたまたま化粧するミッションがあったから、それを使って、たまたます。マジでたまたます。把握ありがとうございます。ああ、全然、いやいやいや、全然こちらが遅い。こちらが遅い。よろしくお願いします。前歯負傷とか受ける。前歯負傷ってなんだ。傷を負う。前歯傷を負うってなんだ。ちょっと待ってね。ベープ入れ、ベープ、CBD と普通のやつとごっちゃになってます。CBD のベープ一本ないのなんで、カバンかな。よいしょ。お部屋の青きれい。あ、こっちですね。これですね。そう。これは、間接照明です。そう、なんか、夜とか部屋真っ暗にしても、これ結構明るいから、普通にアマゾンで1000円切り10メートルぐらいのやつなんだけど、使います。まあ、一人暮らしだからとか、自分の部屋あるからというか、まあ、だから好き勝手やってるけどね。なんかその、誰かがこうしたい、ああしたいとかいうのを、まあ、全部、なるべくやろうっていうのは、まあ、変わらずの方針なんで。前歯の話、前歯ネタ、まあね、気になるよね。こうやって、ここまで見れるとね、気になるよね。しかもさ、歯医者もね、まあ、マスクするから、別になくてもいいですかねみたいな。仮歯なくてもいいですかねとか言ってくるよ。普通に。いや、言うんだみたいな。それ、こっちから言うとかじゃなくて、言うんだみたいな。ちょっと面白かった、あれは。
歯抜けちゃったの、は、歯抜けちゃったの事故とかかと思いました。うん。事故って、前歯行ったのはないね。うん。ない。大丈夫。いや、もうなんか前の配信でも喋ったけど、もう、この年になったら、喧嘩とかしない。なんかね、その、一昨年に、その警察が入る事案がちょっと多発して、その時とか保護室入れられて暴れたりとかしてたのも今考えるとちょっとみっともないなって、これは何なんだろうね、なんか大人になったとかではないと思うんだけど、なんかくだらねえなって思っちゃって。だから、もう、喧嘩とか、争い事とか、しないっす。自分はね、他の人は知らないよ。自分で引っこ抜かれた DD もね、聞いたことある、それ。DID の子だっけなぁ、それ。なんか、その自称の代わりみたいな感じで。夢野さんの動画活動休止配信。ああ、一応休止って言ってあったのか。てか、うちより視聴者さんの方が知ってるから。ね。うちよりっていうか、このネギさんっていう人は、ここ、何年ぐらいだろうね。3年とか、出てるっていうだけだから、その前のことを、は、いまいちょっと分かってなくて、動画も記憶してないからよく分かんなくて。んでも、水玉は、その時に出てる人だったり、誰でも、参加してくださいっていうお達しがあるから、一応今メインで出てるからっていうので、普通に喋ってますけど。ポジティブシンキング。いや、もうね、なんかね、そんなくだらないところでつまずいてたりとか、エネルギー使ってたら生きていけないなっていうの、なんかね、ちょっと悟り開いたかもしれない。なんか、うん。ちょっとやそっとで、動じなくなったね。本当に。なんか、うん。肝座った。逮捕されてから肝座った。それはある。確実にある。逮捕って不起訴ね。前歴なだけですけど。あと、一応言っとくけど、言っとくのは、まあ、被害者のいない犯罪って言われるやつなんで、そういう互いとかでないんで、大丈夫です。YouTube で残してねえんだよな、そういう。なんか本当はね、ちゃんと、なんかみんながわかるようにしとかないといけないとは思うんだけど、ちょっと機会がなくて。なんかショート動画最近上げたんだけど、あれ見て、15秒で喋れるかなって思ったんだけど、無理だなって思ってやめた。モロッカンオイルの動画見てからずっと使ってるんだ、女子が。あー、マジか。今は、もうアンドハニーっすね。なんか、モロッカンもあるの。あるんだけど、アンドハニー、今多分、10分ぐらいはあるんじゃないかな。これが、アンドハニーのオイル入れです。2、4、6、8。これに、オレンジと、プーさんと、あと、期間限定の桜があります。
ね、ダメでしょ、ダメっていうかね、こうね、揃えなきゃいけなくなってくるのよ、うち。なんか誰がこれ好きだからっていうのを平等にっていう、なんかそのモットーみたいな方針というかみたいなのがあるせいで、何でもかんでも、だって前も白猫さんの動画であったけど、シャンプーが3種類あるとか言ってたのが、今じゃもうアンドハニーだけでもう8種類とか、アンドハニーだけでだったら6種類とかかで、8種類あるね今もうその辺は、うん、やっぱりその当時の動画を見て、で、その白猫さんが言ってた、その、みんな平等に自分の好きなものとか欲しいものを買ったりするっていうのを見て、そうすると、まあ、個人的な体感というか、経験というか、反発も少なくなるし、もうそこはちょっと渋らないようにします。なので、シャンプー8種類、歯ブラシ3本、洗顔、5種類ぐらいとか、もう意味わかんない。意味わかんない。バーみたいになってます。てか、もうシャンプーバーって言っちゃってるぐらい、普通に。配信何時までとか決めてないんですけど、今22時43分。まあ少なくとも日付変わる前までには。っていうところ。きっと最近あんままともな生活をしていないので、ライターがなくて困ってる。この私は何年前から追っかけてるんだ。オタクオタク。もう、前のアカウント知ってたりとかっていう時点で多分、なんかオタクな気がする。だって、あれですらもう5年前の話とかだと思うから。夢野さん懐かしい。夢野さんのね、メガネあって、今どう合わないけど、てか夢野さん、出ないね、今。ほんと出ないね。どっかに吸収されたか、中身のどっかの一部分になってるか、って感じ。奈良さんはベッド上でモコモコの、そう。そう。それは変わんないね。だって、ベッドっていうか、布団だもん、布団。で、なんかその、一昨年のその飛び降りをきっかけにというか、もう家バリアフリーにしようって思って、あのシングルの布団だったのをなんかよくわかんないけどクイーンサイズにしました。布団のあのね、部屋の半分布団でできてるうち。なんか警察の人にクソ笑われた。この配信アーカイブ残してもらえますか？残します。残します、残します。特に大した話をしているわけでもないですけどね。また落ち着いたらブレ、ちょっと待って、ごめん。なんかめちゃめちゃ飛ぶ。また落ち着いたらブレスを迎えしたいです。愛用してたらちょっと糸出てきちゃって。ああ、そういうのは、普通に
ニアチャンネルが直すんで、送ってもらえれば、直します。ご連絡もらえれば、全然対応するんで。CBD の吸うやつ気になる？気になる？あのね、マジでプラセボ。プラセボっていうか何もない。喉痛い、口痛い。ぐらい。でも、こっちの保護キッスの人って、こう、イライラが抑えらんなくって、で、先月も、その辺の、なんか、ポールみたいなやつに頭、もう自分でなんかイライラして、もうガーンってぶつけて、タンコブ作ったりとかっていうのが去年の暮れにあって、それでちょっとなんとかしなきゃなって思って、持ち歩くようにはしてる。効果が出ているかは、まあ、プラセボかもしれないけど、なんとなくやり過ごせてる気はするぐらい。だから、なんだろう。市販のパキみたいな、ああいうのを期待すると、マジで、全然全然。あと、CBD グミもあるんだけど、グミも、なんかね、薬でいうところのベンゾみたいなイメージで、個人的には食べてます。高いけどね、高いからあんま買えないけど。もうアマゾンか、なんだろう。ヤフーショッピング、あさって安めのやつを CBD は買ってますね。CBD は、これか。これが、ベリーなんですけど、違う、いちごだ。めっちゃ喉いて。今、肺に食べてる。でもね、なんかね、今日あんまり寝てないせいか、ちょっと頭ぽやんとはなる感じはあるかな。でも一回本当にぶっ飛んだ時があって、あれは意味不明だったな。なんか、相当疲れて吸ったのか、なんか数数えらんないし、ずっと笑ってるしみたいな意味わかんない時が一回あって、それから、まあ CBD は効いているんだろうっていう風に考えるようにはしてる。プラセボでも、全然自分の場合はそのイラついた時に当たるものに当たるとか、なんか自分が怪我したりとかする方法を取らなきゃいけないことが頻発するから、まあそれの応急いてててて、みたいな感じでは持ち歩いてます。非公開で自分たちだけ見れるようにしとくとかどうですかって思うでしょ。で、そうすると、見ねえんだわ。見ねえんだよ。なんか、見てる人がいるとか、その、自分が知らない情報なのに他の人が知ってるっておかしくないっていう風になって、で見る人がいる中の人でね、いるから、そのこう YouTube とかそういう配信、なんかなんだ、最近他の配信とかはあんまやってないけど、そういうのとかじゃないと動画ただただ撮っただけじゃうちの人は見ないね。やったこと
とあるけど、あの、動画も写真、写メ撮るのと同じノリだから、なんか、こうサムネ流し見するだけ、みたいな感じで終わっちゃったりとかね。まあ、YouTube に上げて非公開するぐらいだったら、ちゃんと編集っていうかね。なんかね、編集するから動画再開しようぜ、みたいなことを言ってくれる、あの、ちょっと近場に住んでるオタク、あの、ミノラオタクがいるんだけど、じゃあ、動画の、何ネタ考えらんないから、切り抜き職人やってって言ってるところ。うち電子書籍だけで10万使われてる。やべえな。やべえな。つっても、うち、30万請求来たことあるけど、その時は、やばかったね。やばかったね。でも、ほんとにね、DAE あるある、なんか前の動画で、今上げてない動画で、覚えてる人は覚えてると思うんだけど、口座にあった300万を、他の人にあげられちゃったっていう人、まあ今も繋がってるんだけど、子がいて、もうそういう金銭面のトラブルはもう茶飯事、もう茶飯事、うちもそう、うちも、そう、なんも言えんよ、なんも言えん、マジで。どうするっていう、その手立てとして、うちは、じゃあこの子はこれが欲しいんだっていうのを先に把握して自分で買ってあげるっていう仕組みを作っちゃうっていう風にうちはしてますね。したらなんか自分で勝手に買わなくてもこの人買ってくれるんだみたいな感じになるっぽくいいから、うん、でそうすると意思疎通しやすくなって、で、そのイレギュラーが減るっていうのは、まあ実体験であったから、まあその方法は取ってる。というか、マジでいろいろ実験してみないとね、本当になんか、あいつがああだ、こいつがこうだとか言ってるだけの DID でいるままじゃ本当に自分が終わるからね、マジで。もう、うちみたいな、うちはちょっと人体実験、ちょっと待って、ごめん。マジでごめん、マジでごめん。うちは人体実験みたいなことしすぎだけど、でも、もう、そんぐらいかけてというか、その対策みたいなのは、あれやってみよう、これやってみよう、こうしたらこうなるかなっていうのを、もう、とにかくやらないと、本当に回んないよね。何も知らない人からしたらめちゃくちゃ美容系な人じゃないですか。何も知らない人からしたらって、このワイワイない人に言わないでよ。アーカイブ残しますよ。大丈夫ですよ。知らない方のみんなの買う、みんなのもの買う、ちょっと待って、ごめん。魚もね、うちでも取り入れます。それさ、案外、良くない？いや、わかんないけど。うちだとアマゾンで欲しいものリストに入れといてもらって、で、後から値段とちょっと相談してとか、これだったらメルカリとかで買えるんじゃねえとか、これだったら100均であれで買えてくんねえとか、いろいろ、なんだろう、考えて、相談して、とか、やってるけど、そうすると統率取れやすいし、うん、絶対いいと思う。なんか、乾燥注意報だったけど、
なんか、乾燥してる。すげえ乾燥してる、タバコ吸おう。今11時ね。OKOK。なんか、質問とかあったらできる限りお答えようかなーっては思ってたんで、なんかあったら、思いつきでも、ポロッと言ってもらえれば。都合が悪いものは、もしかしたらスルーするかもしれないっす。欲しいものは買ってくる子。捨てる子。何やってんだかね、俺からしら。確かにね。でもね、まあ、うちもね、あることはあるけど、その、欲しいものを一応、まあ、まあ、基本 Amazon だけど、欲しいものリストに入れてもらうっていうのをすることで、勝手に買われて、勝手に誰かが捨ててとか、っていうのはうちは少ないかね。白猫担当のネーミングがとてもぴったりすぎる。まあ、完全にイメージですけどね。マイアカウントはめちゃくちゃリアタイしました。もう今はね、ほんと動画編集できん。できん。できないんで、なんか、本当に、なんか、やることをやらなければいけないのに、その気力もなく、どうしようもないみたいな時に、くだらないショート動画を上げるレベルのところまでになってしまいました。すいません。私は白猫担当生活家さん推しでした。それ、なんかね、わかる。それはわかる。てか、多いと思う、そういう人。ストーカーしすぎて認知されて、はい、わかりました。はいはい。はいはいはい、はい、わかりました。椎茸栽培の動画好きです。椎茸農園残ってねえのかね、あれ。ちょっと見てみたいね。と残ってるか、ちょっと見てみますね。ミサボさんのおかげで帰りなんだよって気づいて診断系も、ああ、そうなんだ。ああ、でも、そういう人たまにいる。なんか、え、これって普通だと思ってたんだけど、症状なんだ、みたいな感じで、で、病院行って、みたいなことがあった、みたいなのはたまに聞くね。可愛かったり、かっこよかったり、皆さん魅力です。イェーイ、イェーイ。歯の毛は大丈夫ですか？はい、大丈夫ですかね。前のアカウントしますし、現在使われてない。いや、現在使われていないアカウント、ね、うちより知ってると思うよ、多分。この人が。4年前かな、くらいに見て、葵ちゃんと、あったね、盛岡行く動画ね。そう、じいちゃんばあちゃんが、3年前、4年前ぐらいに亡くなって、で、まあでも、ああやって、なんか、じいちゃんとタバコ吸うのが夢だったとか、なんか、ばあちゃんの着物継ぐために、着物を、の着付けを習いに行ったとかで、なんか、まあ、なんて言うんだろう。身になってるところはあるから、それで、やっていけるかなーって感じはするね。その、なんて言うのね。その、亡くなったからといって、その人がいなくなったっていう風にするのがダメな子がいて、うちの中に。あやすけって、ほとんど名前出てこない子で。で、その子が、じいちゃんが亡くなった、身の中と父親方の
じいちゃんが亡くなった時に、その人が死ぬっていうのを、こう、噛み砕けない、咀嚼できないっていうので生まれた子がいて、そしたら、その、生きてるうちに、自分の中にその人の血が流れるようにすればいいみたいな話で、まあそういうのをやってたから、なんか、まあ亡くなったとは言っても、もう、亡くなってもいるようなもんというか、みたいな、まあ受け継いでる、ちゃんと受け継いでるところは受け継いでるみたいな感じですね。そう、今年も、今年じゃない、去年も行ったかな。亡くなってからだけど。最高の環境、そもそも、ミノラさん知ったのって自分が解離性障害って言われてググったのが始まり。ああ、そうなんだ。なんか前ブログとかもやったしね。グミは食っとるうまくはない。もうビリ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 するよね。ビリビリするよね。見ない見ない。そう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 。でもね、ちょっとアイロンしてあげてみますね。で。DID 診断されてまだ1ヶ月の超新参なので。いやー、あのね、一生やってると思っといた方がいいよ。あのね、もう。もんだ、だって、DID って結局 PTSD の集合体なわけだから。だって、それぞれ発生ポイントみたいなのがあって、トラウマがあって、それで、その中で分離してるわけだから、もう一生かかると思って、気長に やらないと、あの、死ねる。うちだってもう、YouTube で DID 分かって、何年？分かんないけど、未だにこんなんだしね。全然。寒波大丈夫でしたか？寒いけど、関東は、あんまり雪とかもないっす。今のところは。ないっす。投げ銭機能はつけないのですか？あ、スパチャ？スパチャって、勝手につくもんだと思ってたけど、もしかすると、何人超えないとつけらんないとかあんのかね？スパチャ、ちょっと今度調べとくわ。少々のプレス、リアクション、演習。いや、前のアカウントの時は普通にスパチャとかできてたけど、今ないよね。なんでかわかんない。ちょっと調べておく。変遷動画、鬼コーチ、心理学オタク、隅田川さん。あのね、残ってるのと残ってないのがあって、で、残ってるのだけはあげてるんだけど、ちょっとね、惜しまれるよね。ちょっとないやつがもしかしたらあるかもしれないし、もしかしたら持ってるオタクがいるかもしれない。なんかね、ダウンロードしたって聞いたのもあるから、ね、他の人がうちの動画あげてたりとかもするんだけど、そうなんだよね。ちょっと、あるのないなって。独特なタバコの吸い方。前アカウントの時は、そう、貴族っていうやつを吸収してるから、あと、ゲー先輩って、あれ？あの時で言うと、ヒロスケかな。ヒロスケも割と近かったりとかして、だから、保護組って言われてた
人たちの癖は割と出やすいかな。笑い方も貴族と同じって自分で気がついたりとか。水井聞いてきた。お先に寝るね。あーそう、おつでした。直前の記憶が抜ける。風の記憶を思い出し、職場でギャン泣き。思い当たることあるわ。それで、そういうので、うち、普通の仕事辞めたもん。最寄り駅から遥か先に不時着などなど。でもね、なんだろう。その、まとめ方？その、病態って、その、人それぞれだと思うんだけど、だから、余計に、その、まとめ方って、もうそれぞれだとは思うんだけど、うちはこのやり方が合ってるっていうのが、まあ、あるから、だから、なんかたまに身の裏鏡みたいな言われたりするけど、この方法だとうまく回せるっていうのがうちの中ではできてるから、だから、今のところあんまり、去年は、警察さんにも救急にもお世話になってないよ。普通のことができるっていうレベル低いにいる。名前はなんか知らないところにいるとすぐ110番してなんか今なんか私こうこうこうでなんか知らない間にここにいるんですけど、助けてくださいとか言って、なんか、その警察署で、なんか朝になるまで待ったりとかあったけど、今は、もう、克服じゃないけど、もう回せてますよ、ちゃんと。ほぼほぼね。なんかね、他の子の、なんだろう、引っかかる要素とかっていうのに、すごい気づけるようになったのがでかくて。まあ、それも多分死ぬごたんのおかげだと思う。その、あっちこっちの子の話を聞いてくれて、なんか全体をまとめてくれるみたいな役割の子がいるっていうのが多分一番でかいのかなーってなんとなく。こんばんは、出遅れた。ありがとうございます。ツイートもお世話になってます。障害年金？いや、うつだよ。うちはうつで通ってる。っていうか、帰りで通らない。帰りって、なんかね、最近、うち、その、脳波検査で、普通の人は、出ない脳波って、っていう、その、なんだろう。この人は、今こういう意識だから、ここが、こう飛び出るみたいなのを測るやつ、測る検査があって、それが、こう、いくつか山がある。だから、こういう状態の子がいて、ここの状態の子もいて、この状態の子もいるみたいな。二層性、三層性っていう、その、やつが発見されて、うちの、病院で。で、なんか、やっぱ DID だと脳波違うんですね、とか、ユニークな脳波ですね、とか、言われたりとかしたんだけど、DID ってやっぱり、そこまで、ちゃんと、なんだろう、正確に診断ができるかって言うと難しいから、まあ、そう、通りやすいのは、うつと糖質っては言われてるし、で、年金は、もう、そりゃ、というか、うちの場合は、うつで働けなくなったから、そりゃ、一番の傷病がうつに来る。そう、一番困ってることは何ですかって、そりゃ、うつ。だからうちは一番上がうつになってて、二番目が仮性
土地制になってて、でも年金じゃねえな、手帳は、ああでも手帳もそうかも。一番目が2うつがきって言って、二番目がかゆいかな、逆かな、ちょっとよくわかんない。こんばんは、ありがとうございます。スパチャは登録者1000人いかないと無理っぽい。ああやっぱそうなんだ。なんかね、収益化もそうなんだよ。貴族とゲイ先輩ひろすけ懐かしい。ああありがとうございます。そう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 、なんかね、いろんな保護税の要素がごっちゃになってるみたいなのがこのネギさんっていう人なんで、なんでネギって言うかっていう話はちょっとあまりしたくないんで、ちょっとそこはちょっと飛ばしておいてください。DAD ではないみたいなんですよね。あくまで乖離性。まあ、DID って乖離性の、乖離性障害の中の一個だから、一個というか一症状だから、まあ、その DID 状態になったり、その特定不能状態であったりとかもあるから、まあ一概に言えないし、そのやっぱ診断が難しいっていうのもまずあるからね。ちょっと肩甲骨。よいしょ。明日仕事だから寝る。お休みに行け。おー、おつです。ありがとうございます。漠然と自分が誰だかわからない感や、一人称が定まらない感覚。あー、なんか、他の子と混ざるっていうやつか。俺はないけどね。明日仕事あるから寝ますね。赤い見ます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。シャ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 。知り合いにも発達障害とかアリス症候群。アリス症候群はパキッた時とかにある。パキッたとか言う。言うなって感じだけど。発達はうちあるのって、まあ、動画に残ってるのか残ってないのか知らんけど、うちは、あの、親父がゴリゴリの ASD で、ADHD も診断は出てますね。っていうか、うちの場合は発達由来の DID なんで、普通の DID とは若干、ちょっと違う部分が、あったり、なかったり。まあ、大雑把には同じなんですけどね。で、脳波のグッドデザイン賞とか受ける。その、二層性、三層性っていうのがかなり珍しい。っていうか、見たことないって言われた。うつで働けなくなった。そう。だから、一番に来る傷病はうつ。っていうのが、あの、正式というか。生活に関わる病気や障害が年金の診断面になりやすい。そりゃそう。なんで働けないんですか？なんで経済的に困窮するんですか？なんで助けが必要なんですか？っていうのを聞かれたときに、まず来るのってそれだなって、まあ、うちはね、うちは。まあ、そういう人多いと思うけどね。帰りで、うつ持ちというか、併発は、だいぶ多いと思うんで、名前の由来実はします。こうやってあのなんかロン毛掴んでね、玉ねぎみたいにしちゃった。もしかして私相当いやもうね、前のチャンネル知ってる人というか追ってくれてる人はだいたいオタクという認識を私はしています。だって5年も経ってるんだもの。5年っていう、ああ、はっきりは、わかんない。アバウトだけどね。ハロリン、ああ、アリさん、おつおつ。暗い部屋、そうっす。ちょっと、夜しようっす。年金の話したら、帰りは通りにくいから、あ、総局は通りやすいね。そうだね。
話してると急激に、急に敬語になるときあるみたいで。俺もそうだよ。なんか、なんとか、じゃないっすかのときと。なんかそれが自分の癖なのか、自分のブレなのかは、ちょっとよくわかんない。今1時間40分喋ってる。そうだな、コメント、てか、チャットで、その、質問系が、止まったら、だらっと喋って、おいとましようかなっていうところっすね。なんですぐ、なくすの？ライター、ありました。父インタビューが残ってます。そう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 。あれ見ると、あの、うちの親父の、アスペ、うん、なんか、典型、典型っぽいと思ってるんだけど、まあ、自分ではね、あの親父は、アスペ、ってか、ASD、典型だと思ってる。あれはね、保存版だよね。親出てくるってね。で。美濃原さん見つけてから5年も経つとか考えたから。いや、うちがもうちょっと動ければね。ブログも飛ばしちゃったし、なんか、あの、ドメイン代を払い忘れて、そのまま、定員になりました。あんだけ、なんか頑張っていろいろやってたのに、ちょっとマジ申し訳ねえなって。ミノラ議事堂見てたら渋滞終わってた。それすげえな。その年齢、一回り違うよ。うち今、うち、あの、昭和生まれだからね。昭和っていつって思うでしょ。あとどこまでを病気なのかわからなくなります。それは自分の生活に支障が出るか出ないかが境目っていうのが、まあ的確かなって思いますね。こんばんはです。来ました。あー、はいはいはい。ハグハグ。OK。ありがとうございます。ツイッターお世話になってます。やばい眠い。ネギさんが二人見る。そう、視界がブレてるね。先週はネットスト疑惑で警察さんのお世話になったんですけど、事情聴取の時にやたら冷静で、あー、あるね、あるね。それブレっていうか、多分理人だと思う。その、まともな口調というか、別に、なんていうの、そのデスマスちゃんと使える人、俺みたいなのじゃなくて、が、その、なんていうの、外交が表にいて、自分がちょっと後ろに引いてる状態みたいな、理人っぽい感じじゃないかなって感じはするけど、多少のブレだと理人ほどになんないような感じはするね。名前の由来言いたくないとか言いながら言って。だってなんか、ちょっと、だってそんな言いかけたらね、言いかけたらというか、なんか、なんていうの、釣られたっていうかね。後ろに誰かいるのとかもやもや。やっぱそれだね。理人っぽいね。昭和61、62、63、あ、同世代だ。普通に同世代。意味わかんねえ。なんか、画面に煙かかんないように、なんかこっち向いて、なんか煙吐いてた。なんか、クソどうでもいいわ。
当事者としては ASD の症状を聞いてたから、わかるわーって聞いて、ああ、はい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 。あのね、あれ、撮ったのって ASD わかってからなんだっけ？よく覚えてねえんだな。口乗っ取られます。あるある。全然ある。絶賛フリーター。俺、てか、ね、うちの人、あの、中学の時だか高校の時だか、将来の夢フリーターだったから大丈夫。あの、そんな、あの、夢にまで、あの、なるフリーター、あの、自由を手にした人間だから、全然余裕余裕。オーディッシュで記憶がない時、あー、それはもうね、もう、帰りの典型、典型っていうか、ほぼほぼテンプレよね。知らない間に YouTube 始められて嫌だったこととか言って俺やったけど。手も乗っ取られる、あるね。うちもフリック稼働とか全然ある。フリックだけリナチャンネルとか。いや、駆け足っつうか、ざっと、ちょっと、読みました。よいしょ。あの、ヨガのポーズしながら。かけがけ彼女つなのに、違う。かけがけこのはずなのに、ちょっと息したり弱いのを何杯飲んでもすぐ抜けたりします。あ、なんか、あの、うちの中の一節だけど、その、中の人によって、っていうか人によって、その、思考回路が違うっていうと、頭の使い方が違うから、薬の効きも違ったり、酔い方も違ったりとかってなるみたいな説はあるね。気づいたら ODC 病院とかあるある。それで、あの、後処理しているのも私なんで気持ちはすごいわかります。話し込むよ。本当にご注意。いや、こんなんですいませんね。なんか、前歯がないんで、あの、滑舌そんな良くないです。夏目漱石の心を朗読してほしい。なんでだよ。そんなに、あれじゃん、夏目漱石の心なんかあれじゃん。なんかちょっと、あの、割と胸クソ小説じゃねえか、あんな。薬の効き方が日によってバラバラすぎる時期あります。それは、まあ、状態によってとか、中の人の状態によってとかもあるもんね。モデルブレスがキスマイの結婚発表とか、知らんがな、オブ知らんがな。人間失格よりは笑えそう。笑うのがあれなんですか？目的なんですかね。ネギさん、ツイッターと YouTube で雰囲気違いますね。ツイッター近いやたい。あ、それはそう。うん。あの、ツイッターはね、うちというか、あの、ネギ屋敷は情報収集ツールに使うか、肉の画像を上げるか、肉の画像を上げるか、なんか、堅苦しいこと書いてるか、どれかなね。で、ああいう、なんて言うんだろう。その、堅苦しいことというか、小難しいことを分かってないと、こう、自由に動けないっていう考え方をするので、なんて言うんだろう。その、基盤がちゃんととしてないとというか、なんか、まあ、時事問題にしろ、まあ、何にしろ、なんか、ちょっと小難しい話というかね。なんか、そういうのを分かってないと、っていう部分が、あの、ツイッターには出てるんで、近寄りがたい。で、喋っててこんなんだけど、まとも話もできますよ、みたいな。雰囲気そんな感じ。
肉とピクミンしか印象ないとか言って。ピクミンは、その辺の DID との鶴見とやってます。肉のイメージしかないとか言ってるけど。かわいいって、これ。リナチャンネルが買った、中国のパジャマですね。ストレス負荷が擬音ってなる人、日本語がゲイシュタルと崩壊して、一切理解不要になるのは帰りあるあるですか？なんかね、帰りの人って、てか、中の人じゃないけど、他の人がいる人って、なんか、自分用語だと、頭の CPU って言うんだけど、それが、自分全開で入れるとき、自分だけで入れるときは 100% 使えるんだけど、なんか、他のやつの頭が入ってくると、自分の頭が 30% ぐらいしか使えなくて、もやもやっていうか、なんか理解不能なことが出てくるっていうのは、あるね。うちは、それは頭の CPU っていう言い方を してるね。うちはというか、このね、ネギさんっていうのが、それ、俺だけはそうなのかは、ちょっとわかんないですけど。なところかな。1時間51分、配信しましたよ、今日は。切り抜き職人頼んでるけど、なんか、うまく、こう、できることってないのかね、なんか。もうちょっと考える。なんか、その、ちょっとうまい回し方というか、もうちょっとその、YouTube 動かし方は、もうちょっと考えますよ。だって編集、できないんだもん。企画力もないんだもん。お疲れっす。画面録画して、個人的に切り抜き楽しむわ。いや、普通に、あれ、あげていいよ。なんか、公認切り抜きで、あげていいっすよ。全然。使っていいよ。あれだよね。DID の場合、なんか、そこまで、折り入って見てないと、中の人の名前とか、名前と特徴が一致するかとかって難しいから切り抜きってどうなのかねとか思うけど。なんか、まあ、雑に見てる分にはいいんだろうけどね。だそれもね、そう、その、なんか、編集するからまた、その水玉動画やらねえかみたいなことを言ってる。ことね、まだちゃんと話もしてないのよね。ただ水玉曲はちょっと進んでるんで、そこはマジで、ちょっと楽しみにしといてください。俺もちょっとすげえ楽しいのよ。企画って聞いて、企画さん。企画部いりゃいいんだけどさ。なんか本当はさっきみたいなさ、脳波で DID だってわかるとかっていうのも動画にした方がいいんだけど、なんせ、台本すりゃ書けやしねえというか、その企画力がないというか、個人的には苦手なんでね。今出てる人は、総じて、そうだと思う。じゃなかったら動画できてるわ。てか、DID で、こんだけこう、ばらつきがあってってなると、コンスタントにというかね、そんな年単位で、続けられるの、難しいね。やっぱり。個人的には配信とかの方が全然合ってるわ。その一方的な、なんていう、なんて言うんだろうな。こう、病態幅広くて見てる人が色、こう、なんつうの？
まあ、思うところがある中で、こう、相互のやりとりがあった方が個人的には好きというか、うん、合ってるのよね。かいさん、ありがとう、おとずーん。蒸気機関車の夜はうまく歌えるようになりました。ちゃんとカラオケは、普及させてるからね。気づいてると、でも、なんかね、蒸気機関車は、割と歌ってくれる人が多いっぽくって、なんか、勝手に生き残ってくれてる。ああいうちょっと、なんだろう、バズった曲があるから、なんか、今、一緒にやってるというか、その、遊んでるというか、水玉曲やらんつって声かけてる人とちょっと遊びながら、いや、これバズる、なんか、界隈だけの話だけどね。その辺の話だけど、これはちょっとバズないともったいないよね、つって話をちょっとしてるんで。水玉曲外れないから楽しみ。なんかね、歌詞書く人が決まってるというか、それがあるから、なんか曲作る人違うんだけど、多分、面白いと思う。個人的には今っていうか、まだミーティングぐらいなんだけど、面白いよ。めっちゃ面白いよ。っていうか、メンヘラだけで構成されゆく、この水玉さんが、まあ、また、新たにやっぱ周りみんなメンヘラだよね、みたいな。やべえ。なんか、さすがに、2時間喋ってたら、なんか、2時間って言っても最初、リナチャンネルだけど、喋り疲れてきたよ。私喋り疲れてきた。頭ボヤボヤ。動画編集って精神疾患持ちにはほんと大変だなって最近。いや、マジで。なんか、よくあんな細かく、なんていうの、そのテロップとか入れたりとかできてたなーってめっちゃ思うもん。不定期でもライブ配信してくれるだけでめちゃくちゃ嬉しいし、だったらやる。なんか、携帯でも多分できるから、携帯でも別に、いや、わからん。どのタイミングで、今日配信するわってなるかはわかんないんだけど。まあ今のところは、配信なるべくちょこちょこやるっていうのと、なんか、ちょっと、様子おかしい、あんまりそんなに受けが良くないのか、誰に受けるのかわかんないショート動画をでもいいので何かしらあげるのはちょっと目標というか気にしてはいるんだけどね。背音とか結構フボーカル欲しい。そうね、なんか曲自体がもうなんかあれ水玉曲っていう次で今度からっていうか、今度やってくれる人のは、ガラッと違ったりとかするから、それもそれで全然面白いし、差別化、なるべく差別化してくれ、差別化ってなんか違うのかな、日本語。なんか、こう、今までともう違う路線で、なんか、違う、水玉にしてくれじゃないけど、なんかそういうのが見たいっていう感じでは、うん、ニュアンス言ってるというか、でもなんか面白いっすね。
いつぞやのお着物の年明けお正月動画残ったり、どうだろうね。今更、あげて、いいのかわかんないけど、過去動画って書いて、あげればいいのかもね。ライブ配信大歓迎、ああ、ざます、ゲリラ配信でもいいけ、あったらもう全然、パッと思いつきでも、でもなんかね、思いつくのがなんか深夜帯だったりとかして、ちょっと、なんか人集まらなくね、みたいな感じで。今は、45名って出てるんだけど、閲覧も、まあ、人が集まんないからといって、なんか一人二人でもいれば全然喋るんだけどね。まあ身の回りが忙しいってのもあるんだけどね。前のアカウントから見てます。最近アカウント見つけられました。あー、ありがとうございます。ほんとめんどくせすいませんね、ほんとに。でも 水玉の名前で、そう、新たな水玉、そう、てかもうなんか主人格も変わってるし、というか主人格がいるっていうのが、うち美濃羅議事堂というか、うん、イレギュラーな方だとは思うし、本来だったら DID で期待が女だったら女が出てた方がいいに決まってるんだけど、その女子勢があまりに自衛ができないから、それでその方が出なきゃいけないっていうので俺が出てるっていうのがあるし、もうだいぶ変わってるから、まあそれも含めてちょっとなんか考えてるっていうか、まあいい機会かなーって感じで、違う色にシルクくれるって感じです。いや普通に面白いと思う。白猫さんの椎茸動画、ねえ、しょっちゅう言われるし、中の人でも言ってる人いる。もうちょっとちゃんと探してみようかね。オタクからすると、本人に米拾われるのが救い出したいから。できる。拾えるだけ拾いますよ。マイアカウントの動画でしょっちゅう乗りつっこいの下りあって、あ、そう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 、あれね。なんか、自分で言って、他の人がコメントするもんだから乗りつこみになるんだよね、あれ。そうね、あれ、あんなのね、よく撮れてたなと思うわ。お前ら暇かみたいな感じ。個人的にね、見ててね。なかなかもう2時間喋ったぜ。もう開きにしますかね。で、今、23時40分なんで、みんなで寝ちゃれしますよ。おいちゃんって、自分のことおいちゃんって言っちゃうんだけどさ。おいちゃんも、ちょっと、今日は、なんか、いろいろ、働いた気がする。働いたって、人間生活を働いたって感じだけど。ネギさん、酔っ払った、ネギさん好きこの酔っ払う、なんなのこれ。お疲れ様、ありがとうございます。たくさんお話できて楽しかった、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、本当に、ありがとうございます。なんか、もう、これだけ時間が経ってると、その、何、コンスタントにやってた時から時間が経ってると、まあ、また見てくれてる人がいるっていうのは、すごい、ありがたいことなんで。寝ちゃれしよう。寝ちゃれしようぜ。お疲れ様でした。ありがとうございます。全然、今度っていうか、まあ、また、なんか、その、雑談枠。今、リンナの雑談配信になってるけど、結局、ネギになっちゃってるけど、まあ、そのうちというか、また、不定期で、ポコッと、やるかもしれないんで、告知が1時間前とかにツイッターとかだと行くけどね
普通にチャンネル登録の、ベルマークが多分一番早いと思いますけど。お疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、なんかこう、まあ、同病の人もいれば、その、うん、まあ、帰り持ちっていう人もいれば、違う、なんか、疾患持ちの人もいると思うんですけど、なんか、そういう人の、ね、なんか、いい場所、なんだなっていうのが、ちょっとなんか、今日思いましたね。確かに、なんか、うちはもう、DID の人で通ってて、まあ、周知のことというか、うん、だけど、みんながみんなそういうわけじゃないから、なんか、こういう場があった方が、ああ、確かにいいんだわ。で、なんか、その、前の水玉の方針みたいなのをちょっと再確認できたんで、よかったかなって思います。生声拝聴できてすいませんでした。歯は今年中に、生やそうと思ってるんで、ご容赦ください。あんま見えないと思うんですけど。お疲れ様です。あー、来てくれてるね。ありがとう。把握した。OK。ありがとう。めっちゃ息もらってます。いい意味でなんとかなるんだって思うことができました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。べきごんしてるー。べきごん？今もべきごんだよ。え、でも、あれ、てか、DID あるあるだけど、え、つか、いや、マジで、複雑だから、だから、今の相手は、あれよ、一般男性よ。一般男性って、あれ、いいよ。普通に配信とかそういうの全然関係ない人っていう意味で。すげえ久々に来ました。だよね、だよね。ありがとうございます。いや、全然、普通に、なんか、前よりも全然、なんか、自衛できるようになって、もう、うまいこと、なんとかやってますわ。イブイブ、はいはい、わかりました。ありがとうございます。久しぶりすぎて嬉しい。ありがとうございます。って感じで、じゃあ次また配信するんで、ベルマーク通知、オンしといてください。そしたら、また喋りましょう。というか、俺が喋ります。なんとか。自衛大臣、マジで、わかるっしょ。わかるっしょ。見ててわかるでしょ、自衛大事って。また来ます。よろしくお願いします。こんなんでお付き合いいただいてありがとうございます。本当に。ありがとうございます。本当、思いつきで配信しましたけど、まあ、えちら45名様、ありがとうございます。本当に。感謝で感謝です。最初、リーナチャンネルだったけど、吹っ飛ばしちゃって、申し訳ないです。私もよろしくお願いします。私も自衛中。そうね。もう、メンヘラは、まず自分。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、おいともしますね。じゃあ、失礼しまーす。あ、次の配信までに質問考えといてね。じゃあ、失礼しまーす。あとグッドボタンを押しといてね。よろしくお願いしまーす。失礼しまーす。